打突部の、まあ、いわゆる相手に対してどうこれが入っていくか、この入射角が一つ基準になるわけで、一番最も基本になるのこの段階でこうなってるのか、こうなってるのか、あるレベルより上を目指すんだと、もうそれはちゃんと整えなきゃいけないということに、まあ、なるんでしょう。上虚下実で一歩打てるところまで詰めて振り上げるんだったら、この時のこの体勢がまず生きている。そして腰から入って、この45度の角度で入っていくから、